皆さんこんにちは、ひろげです。はい、皆さん新年明けましておめでとうございますと言いたいとこなんですけど、大事件が起きてしまいました。いやー、やらかしちゃった。僕も YouTube 始めてこういうことってあんま起こんなかったのでめちゃめちゃ驚いてます。まあそもそも何なのかというと、今日1月1日で僕は朝の6時に起きて7時半頃に地元のトイザラスに行って、そこで新年一発目の動画ということで2022年の目標の動画を撮って、その後2時間ほど並んでレゴハッピーバッグを手に入れて、そのままちょっと地元のショッピングモールとかいろいろ巡って家に帰ってきて、レゴハッピーバッグを開けて今編集しようとしたら、なんと大事件が起きてしまいました。それは何なのかというと、実は今の画面なんですけど、僕の編集ソフトのファイナルカットプロなんですけど、これ音声マックスにしてるんですよ。それがはいあー、音声が消えてしまった。いやー、もう僕もちょっとこれは予想外でした。ちなみにこれ原因後々分かったんですけど、僕が使っているカメラのマイクのピンが中途半端に刺さってなかったんですよ。それが原因で音声がなくなっちゃいました。新年一発目の動画は暗いところで撮ったんで若干映り悪かったんで、新年一発目の動画は撮り直すつもりなんですけど、いやー、もう福袋の動画撮っても開けちゃったので、いやこれどうしようかな。福袋の動画はいつで音声撮ってそのまま作るのもありなんですけど、もう一回撮り直そうってなると、まあちょっと僕も僕でちょっとまあ面白さに欠けるというか、でもこれどうしようかな。僕も今こういうことになるとは思ってなかったんで、めちゃめちゃパニックってます。とりあえず先ほども言った通り、新年一発目の動画はまた別の場所でもう一回撮り直すとして、やっぱどうしようかな。一回撮り直すか、それか元の動画に別で撮った音声を付け加えるかですね。いやでも音声付け加えちゃうと、なんか喋ってることとかがちょっとずれちゃうので、なんか見てたらなんか気持ち悪くなっちゃうので、やっぱ福袋も多分取り直しでしょうねいやー、ちょっとこれは参りました。僕は基本的に顔出し声出しやってるんですけど、こういうトラブルって絶対起きちゃうので、まあ皆さんも動画撮る際はピンマイクがちゃんと刺さってたり、まあいろいろちょっと気をつけてください。はい、新年一発目の動画は僕の撮影トラブルの動画でした。いや、これで新年迎えるのはなんか嫌な予感がするな